はい、どうもこんにちは、シルバーカーボのせいやで、今回はですね、夏のエギングにやってきました。まあ夏が入ってからイカがまだ釣っていないんで、頑張ってイカを釣っていきたいと思います。それではね、安全に楽しんでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツフィッシュ。すいません、動画回ってない時にイカが釣れました。口用のいっぱい、いいサイズや。おっ、持ち運べない、どうしよう。イカ来た。はい、アオリイカ釣れました。サイズあるしね、まあこんくらいしね、だいたい300ぐらいかな。はい、アオリイカゲットで、ナイスフィッシュ。いやー、動画を回ってない時にイカが釣れました。まあサイズあるしね、そこまで大きくないんですけど、口穴いっぱい釣ることができたんで良かったと思います来たよ。いやマジで、うお、これでかいぞ。ドラグなってるもん。これギャフいるかもな。いらんかな。いや、後ろからついてきてる。え？何か？いや、でかい、これ。こう重いな。やべ。やばい。ああ、
オッケー、来たよ。今いい感じの流れが入ってきてますね。やっぱ潮目のところにイカがどうやら回遊ってるみたいですね。さっき釣れたイカのですね、後ろからもっと大きいのがついてきてたんですけど、歯一本しかないし、ね、歯も知ることはできませんでしたね。あの後ろにいたやつは。引き続き頑張りましょう。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チョコはですね、アオリイカ2杯となりました。まあ、大きさはですね、まあ結構まあ大きいサイズでね、結果を出すことができたんで良かったと思います。それではね、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。Bye-bye.